2月14日パナソニックカップ名古屋グランパス戦。この試合からガンバ大阪の新たな歴史が刻まれていきます。試合前にはガンバ大阪でも活躍した山口聡さん、中山聡さんの引退記念マッチが行われました。この引退記念マッチにはガンバで活躍した歴代のスター選手たちが集結し、試合を大いに盛り上げました。このような素晴らしいピッチでプレーできて本当に僕は幸せ者です。これからはしっかりチームをサポートして縁の下の力持ちになれるようにチームをしっかりサポートしていきたいと思っております。忙しい中こういう素晴らしいイベントを準備していただいたガンバ大阪のスタッフの皆さん、そして今日一緒にして試合していただいた OB の皆様、スペシャルゲストの皆さん、そして盛り上げてくれたサポーターの皆様、本当にありがとうございました。最後になりますがガンバ大阪の皆さんはもちろんですけど、今日対戦する名古屋の皆さん、 J リーグを盛り上げましょう。そして最後に嬉しいサプライズが、現役時代を共に戦った明神選手、遠藤選手から花束が贈呈されました。2人はここから新たなステージへ歩みを進めます。日本最強スタジアム、未来へつなぐ俺らの思い、新たな歴史の幕開けだ。勝利の声を響かせろ、ガンバ大阪ストーリーイレブン。ゴールキーパーナンバーワン東口マサキ、ナンバーセブン、遠藤、ヤクソキと、ガンバ大阪の未来が子供たちへと託されます。この新しいスタジアムとともに君たちが歩んでこれからの新しいガンバの歴史を作っていってください。期待してます。独特な緊張感に包まれた歴史的な一戦がいよいよ幕を開けます。この試合、期待の新戦力がいきなりスタメンデビュー。小倉新監督率いる名古屋グランパスを迎え撃ちます。立ち上がりから新戦力が存在感を発揮します。藤本が独特のテンポで攻撃にリズムを与えると、アデミウソンは持ち前のキープ力でチャンスを演出します。宇佐美へとつなぎシュート。素晴らしい試合の入り方をしたガンバ、この試合ではカウンターが冴え渡ります。
手数をかけない攻撃で一気に相手ゴールまでたどり着きます。ゴールへの期待が膨らむと、迎えた26分でした。コーナーキックのこぼれ球を宇佐美が拾い、藤本へつなぎ、そこから一気にカウンターを開始します。アデミウソンが一気に駆け上がりクロス、これがオウンゴールを誘発します。アデミウソンの特徴の一つでもあるドリブルがゴールへ結びつきました。ペナルティーエリア内には5人のガンバの選手たちが入り、これが相手のミスにつながりました。一方グランパスはクロスのこぼれ球を永井が拾いシュート。試合を完全に支配するガンバ、細かいパス回しからパトリックのシュート。選手たちが流動的に動き、いくつものパスコースが生まれ、相手は的を絞ることができません。すると36分、セットプレーから今野、ガンバが追加点を奪います。藤本の左足はガンバの武器となります。後半に入るとグランパスも反撃を開始。1点返されると、続けざまにガンバゴールを脅かします。追加点が欲しいガンバは、宇佐美が前向きでボールを持ち、アデミウソン、パトリックとつなぎ、再び宇佐美。66分、コーナーキックから丹羽、素晴らしいヘディングシュートが決まります。相手マークを振り切り、ドンピシャで合わせます。2点差としても攻撃の手を緩めません。藤原が持ち前の快速を飛ばし、一気に駆け上がり、最後はパトリック。またこの試合ではサブに甘んじていた阿部、倉田がパス交換からシュート。スタメンの座をかけた熾烈なポジション争いが始まっています。グランパスの最後の攻撃も守護神東口がゴールに鍵をかけます。3万5000人を超えるサポーターが見守った歴史的な一戦は見事勝利、素晴らしいスタートを切りました。